シューボーさあ、始まったどうも、コエキですどうも、トエです。はい、そして引き続き It's me, Greg。 あれこの探求が、はい、今回もグレッグ先生にお越しいただきました。はい、ありがとうございます。はい、前回はね、その原作基準でそのワンピースの楽しみ方をまあみんなでやったんですけど、はい、まあ、これキーチャンネルって言ったらね、はい、やっぱフィギュアのことがメインなんで、はい、今日はそういうトークは、いや別に今出さないで、そう、大丈夫ですか。はい、ブレックさんはワンピースフィギュアって持ってはります？たくさん持ってます。あ、やっぱさすがですよね。何のシリーズが一番好きですか？うん、WCF ワールドコレクタブルフィギュア。まさに、あ、言えた日本語で言うの難しいですよ、発射が。はい、うん、ワールドコレクタブルフィギュアってやっぱ難しいですか、外人さんでも言うのって。はい、はい、そのワールドからのコレクタブル、なるほど、ね、英語で World Collectible Figure。 かっこいい、かっこいい。まあ、後ろにこうやってワーコレがね、略して言いましたけど、ワーコレの箱はまあ全種類あるんですけど、はい、今日はですね、そのワーコレ妄想トーク第2弾ということで、はい、ここでまだフィギュア化されてないキャラクターをチョイスして、うん、もしグレッグさんがフィギュアプロデューサーになるんだったら、何のね、テーマで6種類あそうとするのかなっていうことをトークしていきます。OK? はい、ね、なんでニヤニヤしてるんですか？いやいや、私も考えてきたんですよ。はぁ、あ、考えてくれたんですか？考えてきました。テル派だやっぱり。テル派だ、早速使うスタイル。やっぱね、グレッグさんが来てくれるということでね、私めっちゃ考えてきたんですよ、今回ね。いや、前回さ、ちょっと今、前の回想ドン。はい、じゃーん、ヒストリー・オブ・空島編。まずね、やっぱね、ABC はね、生活に欠かせないだろうと思うね、ダイヤルを用意しました。まあ、まずは、トーンダイヤル、フレーバーダイヤル、で、ミルキーダイヤル。でね、こっからが注目ポイントなんですけど、やっぱみんな、ダイヤル、ダイヤルとか。ってことで、本当にめちゃくちゃ滑ってたわけやね、前は。滑ってないっすよ、あれ。みんな報復 Z でしたよ、コメント。超笑ってましたもん。ダイヤルとか最高っすわ、アハハハみたいな。ってことで、今日はどさくさまぎにリベンジを果たそうとしたね。はい、リベンジを果たします。じゃあ、ちょっとさっき見せてよ。じゃあ、いきますよ。はい。はい、私のは、はい、ワールドコレクタブルフィギュア、ドン。逆やベタなボケすんじゃないの。はい、はい、We are USA。 え、ウサウサというわけで、まず今回アソートなんですけどまず、まあ、2年前の一番最初のキャプテンウソップかっこ復刻、うん、で次サボ、これゴールドのやつがいいなと思うんですよ、かっこ復刻で、エース、これヒストリーオブエースの乗ってるやつかっこ復刻、まあ、これで USA が完成したわけなんですよ。でね、やっぱアメリカ要素大事なんで、アメリカ要素出していこうと思って、まずペコ。二日に一回、情熱。今ね、エンディング流れてたもん、ちょっと。扱いが雑い。じゃあね、ここから本題ですよ。皆さん本当に聞きたいのは、もうグレック先生のね、はい、考えるフィギュアソートですよ。はい。はい、じゃあ発表してください。行きます。OK。おーい。トラ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 ーン。OK。英語あれ英語。English、English、まあ。塾の、なるほどなるほど、はい、はい、代わりにはなるかな。ワールドコレクタブルフィギュア、ロメサ、ロメサ、ロメサ、どういう意味ですか？ロは、ロボット、はい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 、はい、メはメカ、はい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 、サはわかりますか？サイボーグ、ピボーグ、おーすごい、はい、そのロメサ、あ、後から考えてるけど、ロメじゃなくてメロが良かったので、メロメロで。あ、それはどうでもよくないですか？なるほどね、はい、本当はね、デカとかロボとか一つの種類に絞りたかったんだけど、はい、なかなか厳しいよね厳しいよねロボなのかメカなのか、メカなのかみたいな基準がね、みんな仲良く行こうという感じでロメさんですね。 Yes、 なるほど、 Yes、 さ、とりあえず少年心が燃える存在がロボとかメコとかサイボーグ、うん、ちっちゃい時からロボとかメカ大好きで、うん、ワンピースに、まあ、ちょこちょこ扉絵とかちょっと一味違うようなみんな皆さんのちょっと、はい、まあ、もちろんフランキー・ナーケンもあるんですけど、まずはじゃじゃん、はい、2Y バージョンクマ、はい、はい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 、いや、英語ですやんクマはクマやから、あ、クマはクマですね、レアじゃないから、あ、OK です、はい、どこがかっこいいって、ここに剣とか刺されてるの、うん、めちゃくちゃ燃えるんですよ、そういう細かいところかっこいいですよね、わー、これで欲しい、確かにそう、これで飾りて、じゃあ次お願いします、はい、No.2 B is ロボゾロ、
だいぶ昔ですよ、ワンピースの30話、当時の麦わら一味の3人の、ルフィと、ゾロとナミがロボ化されている、はい、巨大化ロボ化されて、で街で大暴れしている、はい、そのゾロがもう魅力的で仕方がないんです。すごい、確かに欲しい人は欲しいよ。そう、超レアもんですよね。そう、超レアもんですよ。フィギュア化はされてない。されてない。さすがに。And next is where is C? C is ドラえもん。あれ？あれ？その22世紀型ロボット。99話に、出てるバギー、多分バギーの、一味だと思われるんですけれども、もう完璧にドラえもんです。完璧にドラえもんですよ。ドラえもんがちょっと年取って太って、どっか人生で間違えてのび太くんと離れて海賊になったらもうドラえもん、はい、これが海賊ドラえもん。たまにいますね、完全にアンパンマンとか完全にリョウさんみたいな。 ありますあります、はい、かっこドラえもん。なるほど、と思われる人ですね、じゃあ、次はバルジモア・フランキー。はい、このバルジモア・フランキーが僕にはすごく魅力的で、うん、笑えるシーンだし、かっこいいし、はい、とにかく人体模型的な感じで、はい、その顔がなくなっているフランキー、中身が見えているサイボーグのフランキーが、ワークレイ化されたらすごく面白いと思う、ね、確かにワークレイっぽいですよね、うん、ということで、はい、バルジモア・フランキーが、はい、欲しいです、はい、お願いします。お願いします。はい、そして続きまして、スペーシー注意。はい、いいですね、はい、でもこれはなんかいずれなりそうじゃないですか、エネルと一緒になんか。おお、これは再登場ということですか。再登場してくれるかなって思うんですけどね。ああ、エピソードオブムーンみたいな。 Yes, エピソードオブムーン。こう見ると結構ね、扉絵の中のキャラクターも多いですよね。だから、ああ、確かにそうですね、うん、はい、いよいよラスト。ラストは Alright, last is BigEmperor、 メガでお願いします。なるほどなるほど、初めての合体技みたいなんですよね、あれって言ったら、はい、これをね、そのロボのところ、いやメカのところに入れてるところがね、先生らしいんですよ。なるほど、別に何ら別に変わってないんですよ、積み重なっただけで。そうですよね。はい、いやどれも欲しいな。うん、うん、売れ時はあんましないけど、しかも多分商品化されたら、ね、ビッグエンペラーだけ箱のサイズ違って小池さんマジ切れるやつって言われるんですね。そう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 。アソート F だけ明らかにコストめっちゃかかってんもん。何体入ってんねんってあれはまずだって。さすが小焼き、もう話が細かい。そうなんですよ、細かいですよ。いいなぁ、もっとやってください。フィギュア、フィギュアキング。やったぜ、楽しいわ。一生話してられるわ、これ。そうですね。うん、なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、たくさんね、書いてくれて迷われてこれになったんですよね、最終的に。他にもグレック先生の好みの女性6体とかね、いろんなことを考えてたからね、いろいろありました。はい、まあ続編、そうですね、また好評です。ぜひね、第2弾をやるんで、皆さんコメントどしどしよろしくお願いします。お願いします。はーい、私の USM 良かったと思うけどな。 See you! 2日に1回情熱更新、躍動感のあるチャンネル登録。躍動感のあるチャンネル登録って、え、大丈夫でしょ、チャンネル登録は適当だよ。いやいや、お風呂の後は小焼きチャンネル。